いやカレーだ。このカレーの美味しさに耐えられるからな。カレーの国からやってきた。ほい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 。あ、なんだこの小僧のポシに効くスパイシーな音色が、なんだこれ。お腹が空いてたまらない。説明しよう。カレーだがスパイシーな音色を聞きつけると無性にお腹が減り、美味しいカレーショップを見つけるのだ。今だ。デリシャスイッチオン。ワンツースリードン。一体どこだか、インド料理ヒマラヤ。腹の虫レーダーが過剰に反応してるぜ。ここだここだ、行ってみよう。ゆい、果たしてどんなカレーなのか、カレーダーがこの美味しさに耐えられることができるのか。ジュエイ、これは一体なんだ。こちらはチキンサーゴワラホレンソ入りチキンのカレーです。早速いただいてみますよ。行ってみましょう。これは辛みがやってきましたよ。これはもしかして辛口なんじゃないですか。こちら大辛。大辛ですか。チキンカリーを作って、あとあのホレンソのペーストを作ってありますので、それを混ぜてあといろんなスパイスを足してから作ります。ホレンソの旨味と、まだ玉ねぎの旨味、その上チキンのマサもあるじゃないですか。だから結構食べやすいですね。旨味があって辛味があって、はい、そう、本当に甘みと辛みが交互にやってきて美味しいですね。そしてね、中に入ってるこの鶏肉、いただきます。これ美味しいですよ。あの柔らかい鶏肉なんだけど、お口の中でね、あの歯ごたえがね、ちょうどいいの。プリ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 してて。こちらの鶏肉、何かこだわりがあるんですか。それちょっと店の秘密ですね。こちらのカレーは女性の方に大人気です。何十回来ても毎回このカレー食べる方が結構多いんです。体にね、優しい味がするんですよ。これね、何回食べても飽きがきませんよ。インド料理ヒマラヤさんのチキンとほうれん草のカレー、デリシャスイッチオン。カレーダーは真の姿、真存人間になるため今日も行く。スパイスで涙を流すな、それゆけカレーダー。